ました、カズハ。無理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 、こんなん無理や。落ち着け、カズハ。こんなんほっといてさっさと逃げよな。アホ、今爆弾が爆発したら他の客たちはどうなんねん。もう全員を避難させてる時間はないやで。ええか、カズハ、今大竹班たちがそっちに向かってるけれど間に合うかどうかわからへん。俺はこっちの爆弾処理せなあかんからそっちには行かれへんねや。え、そっちにも爆弾あんの？ああ、せやからそっちはお前がやるしかない。俺の言う通りやればええだけや。大丈夫や、お前やったらできる。どうすればええん？よし、そしたらテレビ電話に切り替えてそっちの爆弾を見せてくれ。わかった、テレビ電話は貸して、私がやってあげる。ランちゃん、思った通りこっちと同じ爆弾やな。そしたらカサ、お前がいつも持ってる裁縫道具の中にちっこいハサミがあるやろ、それで爆弾のコードを切るんや。オッケー、いつでもええで。よし、まずは黒だ。カサ、最初は黒のコードや。まず俺が切ってみて、なんともなかったらお前も切れ。うん、ほな行くで。ええぞ、黒を切れ。分かった、切ったよ。よし、どんどん行くで。次は黄色。 OK、 残るは最後の大物や。赤いコードがつながった筒の中に青いコードがつながった筒がプラスチックの棒で支えられてぶら下がってるのが見えるやろ。うん、そのぶら下がってる筒を周りの筒に触れんように引き抜いて青いコードを切ればしまいや。まずはそれを支えてるプラスチックの棒のネジを外して。あかん、どないした、母さん。私ネジ回し持ってへん。どないしよう。どないもこないも、裁縫道具の中に入ってないんか。入ってるわけないやんか。くそ、あともう少しやっちゅうのに。まずいぞ、服部、もう3分切った。あ、なんかその辺に落ちてへんか、代わりになるようなもんが。そんなこと言うたかて、そない都合のええもん。あった、あとで返事。急げ、カサ、もう時間がない。ガニやで、やれば。ハサミ貸して。これでしまいみたい。爆発してないし、ピンポンとかブーとかもなし。ああ、それでしまいや。ようやったな、さすがカズハや。やったところでカズハ、うん、何よう似合ってるやないか、その服。